はい、皆さんこんにちは。ハウスの中だいぶ片付いてね、いろんなものが見え始めたんですけど、まあ使えるものね、まあまああったんですけど、やっぱ使えないものを結構あって、で使えないものって言ったらですね、こういう風に間延びして形が悪いものですね、まあ皆さんがね購入してくれたりする分にはですね、全然いや、まあこういうかっこいいと思うんですけど、なんかちょっとレンタルするにはねまだ微妙かなみたいな感じの植物がねたくさんあるんで、ちょっと携帯の充電がね持つ限り、今からねちょっと見つけてバンバン曲げていきたいと思います。これも曲げちゃいますかね。で、自動録画装置がですねありますんで、両手が使えるんで、あったこれこれね、これもここにあったんですよ、なんか奥にあって、アルテシマ、やっぱアルテシマゴムね結構曲げやすいんで、はい。で曲げるためにはね、皆さんやっぱ枝がね伸びないといけないんで、これビヨーンと伸びてます、見てくださいね、八号鉢ぐらいですけど、幹はめちゃくちゃでかいんですよ。これもともとものすごくいい植物ね、いい形のアルテシマなんですけど、このままじゃさすがに使えないんで曲げようと思います。はい、じゃあ曲げます。こう曲げね、ここは見せたいんで、葉っぱまず落としてね、でじゃん、結構曲げたいんですけど、ね、曲げようと思ったらこのぐらいないとダメなんですけど、あ、そうだ、ここでワンポイント、皆さん曲げるとき一つだけですね、曲げやすい方法を教えたいと思います。どうするかというとですね、まず乾かしてください。これね、今水分ガンガンね水かかってるんで、すごく水分が入ってるんですけど、こういう細い枝だったらねまだマシなんですけど、大きい割と大きい枝だったらボキッと折れやすいんで、ある程度ね一回水を切らしてください。枯れない程度でですね、ちょっと、そしてスカスカになったらね曲がりやすくなります。その時に曲げる、で曲げたらお水をあげる、これだけで全然やり方がですね変わります。リスクが軽減されるんで、ぜひね曲げる時には乾かす、これ覚えておいてください。はい、でもこう細いとねいろいろやれます。でなるべくこの鉢の径のまあ倍ぐらいかなの幅で収めた方がですね扱いやすいと思います。しまった、曲げる前にクリンとクリンと、こんな感じでいきますか、クリンバンバン、はい、なるべく1回転、 S 字とかはね結構多いんですけど、1回転はあまりないんで、はい、今日はもうワイヤーでいきます。よいしょ、クリンと一回転させたいので、ね、クリ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 と適当なところで結んで曲げます。くるんとくるんと一回転、くるんと一回転してるのあんまりないで、くるんと一回転したとしても、この紐をほどいたらねピヨンと戻るときもある、ある程度深く曲げます、はい、曲げることによって鉢感が上がります。しゃあ、はい、一箇所完成、何箇所か曲げるか、いつですかな、なかなか難しい。これこっち曲げたんで、今度これはこっちに曲げましょうか。適当でいいんですけど、この曲げ方もね、やっぱセンスが問われる。よいしょ。この100均のワイヤーをね、たくさん買っておくと、すぐいろいろ曲げられるんで、予備でたくさん買っておくと、いいと思います。よいしょ、両手空いてるってみて、これは多分いいお祝いをね作れると思います。お祝いとかでもやっぱ曲がってる方がいいじゃないですか。で枝を見せたんで、しまった、はい、これでは
涼しくなってきたけど、やっぱ蚊多い。蚊が多い。くるくるもう、あそこは三角形で、ちょっと折れそうですね。こっちの方ですか。こっちの方ですか。ちょっと止めます。適当です。はい、完成で、ね、こうなっても、まあ、若干バランスが悪いなと思うところはもうカットしていいです。はい。カットでね、曲げを見せたいから、曲がってる部分は、カットを落とす。はい。こんな感じで。とりあえず、今日は曲げがメイン。そんな感じ。はい。はい。オッケー。次行きましょう。はい、こんな感じになりました。だいたい 2,3 分で出てきました。もういいよ。このまま固まってくれればめちゃくちゃいいね。ね、目指すところはこいつですよ。こいつ。これがね、見てこんな伸びたから、あ、これもやりますか。いや、やっぱりこれはね。ちゃんと考えてやりたいと思うんで、また別でやろうと思います。はい、じゃこれ、もうちょっとね、もうちょっと形を変えたい。もう来てる。こんな感じでいい。このぐらいに曲がればいいですね。このぐらいでいいです。よいよいよいよ。曲げもね、中途半端な曲げじゃかっこ悪いからですね。うん、こんな感じだと、ちょっと限界まで。これでね、バランスが良くなったんじゃないかなと思います。葉っぱをちょっと持ちます。まあ全部落としてもいいんですけどね、どのみち葉っぱがこう反対側向いてね、格好悪くなってくる。はい、あ、まあまあいい感じですね。はい、じゃあ次行きましょう。デンデケデンデンデンデケデンデンデンデケデンデンデン。何かあるかな。あ、そうだ、あいつだ。こないだね、片付けてる時に見つけた。はい、この子行きましょう。おお、曲げ貝があるウンベラーター、一本物です。ドーンとね、シャキーンと。この小さい鉢に入ってるのがね、いいですね。はい、これ曲げちゃいましょう。あ、いいね。よし、行くよ。よっしゃー、まずこれこそね、やっぱ水分抜いてた方がね、いいんですけど、折れる可能性があります。これ、どこまでいけるかな。最悪バキッといくと思います。ちょっとずつ、ちょっとずつ、こう、ちょっとずつ、負荷をかけながら。こういきたいですね、こう。折れるかな。まあ、折れたとき折れたとき。お、まあまあいけそう。まあまあいけそうね。まあまあいけそう。まあまあいけそう。もう。もう。うん。で、先の方に。これだけぶっといとね、こう張力があるんで、麻紐とかだとバインと切れちゃったりするから、やっぱこのワイヤーの方がいいですね。一周巻くのは厳しいから、
週末は厳しいかな。週末には厳しいかな。危ない危ない危ない、ひびが入ってきた。よし、この辺でこのぐらい曲がれば十分でしょう。よっしゃ、よし、しっかり上に上がらないように。はい、おー、結構曲がりました。どう、葉っぱ落とそう。あ、もういらないね。これでいい感じ。はい、どう？どう？はい。これでここから出てくるとね、いいんですけど、見て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 、もう折れそうなんで、樹液が出始めて、これ危険サインだね。これ以上曲げたらね、折れちゃう。はい、完成。どう？あんな大きかったのね。120〜130cmになりました。はい、次次いくよ。あと2つぐらい行きたいね。なんかねえかな。なんかないかな。なんか、あ、そうだ。今日なんかバタンと倒れてた。あいつが、あいつが、あいつが。ああ、いましたいました。いましたよ。いましたよ。ちょっと角度。はい。いましたよ。よーし、ほら、パキラー。かっこいいんだ、かっこいい。で、このままでもいいんだ。どうしよう、どうしよう。これはなんかこの辺でこう痛いね。よし、よし、ぜい。これこれ、アキラもね、この曲がりになったらめちゃくちゃかっこいいか、そして強いか。アキラは枯れ始めて変な形になってからが勝負です。よし、これでいいんじゃない。これ葉がオッケー、できました。どう、見えてる。はい、こんな感じ。葉っぱ落とそう。あ、しまった。ワイヤー切っちゃった。あー、しくった。ワイヤー切りました。あと戻った。同じ緑だから、に葉っぱ落としよう。よし、じゃあこれはまた、あ、ちょっと長めにワイヤー作って。よし、ここに入れて。よし、一周回しちゃおう、一周回しちゃおう。よし、一周回れ回れ回れ。あ、はい、か、よっ。もういい感じ。よっしゃー、ここに、はい、どう？ OK、 パキラができました。よし、いい感じです。はい、曲げてからね、だいたい2日経ちました。この2日間ぐらいがね、大事なんですよね。ちょっと見ていって
てみましょう。おいい感じに曲がってますね。うん、くるんと回っていい感じだ。こういう風にですね、結構無理して曲げているんで、ストレスがかかった場合ボキッとね折れちゃったりしている可能性もあるので、この2日間耐えたらですね、大体大丈夫なんで、ちょっとね皆さん点検していってみましょう。はい、いろんな場所にですねもう置いています。今から外の太陽の再生工場にね出してもよかったんですけど、特に柏葉ゴムなんかは日陰で育てた方がですね、こういう葉が色が濃くね育ってくれるんで、やっぱり、ま、今の時期はね、あ、ちょっとありました。はい、どうこのハート型ね、かなりぶっとい幹、これね3メーターぐらいあったやつをですね曲げたんで大丈夫です。はい、耐えてくれています。 OK、 どこに置いたかですねわからなくなったな。結構曲げたんでね、はい、この辺にありました。あーっと、ちょっと待ってください。これはパッキラちゃん、ほら見てぼっきり折れてる。あー、でもね、でも皆さん大丈夫、うーん 100% じゃないけど、このまま耐えますね。植物って再生能力すごいです。このぐらいでもですね、まあ、ちょっとこれはね厳しいかもしれないですけどね、ひょっとしたらつながる可能性があります。だからもうね折れちゃったらもうこのままね耐えてみましょう。で葉っぱはねちょっともう落としておきますか。これはね、ね、これつながってくれたらすごいですよね。あ、こっちも見て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 、こっちも完璧にカクカクとな、これだったら全然大丈夫ですね。はい、これ曲がります。まあ逆に面白いと思いますけどね。おぶっといやつね、折れていません。この辺心配だったんですけどね、やっぱこのゴムブト、ゴムブトはね種類が出始めて折れそうなんですけど、やっぱ強いですよね。このぐらいの幹の太さの方が折れやすいのかもしれません。ほら同じぐらいのね形です。はい、こっち行ってみます。はい、ここもこれも折れてない、まあまあ大きいからね、ゴムの木です。はい、こんな感じで皆さん2日ぐらいね折れなかったら大体大丈夫なんで、負荷がねかかって時間が経ってねボキッといってる時もあるので、ここはね皆さんチェックしてみてください。お、これもねいい感じですね。はい、ここにも、あ、ここも折れてるね。でもこれもいいね、いいんです。逆にこっちの方がかっこよく仕上がる可能性がね高いので、はい、これもいい。お、もうなんかシャキーンと出てる。はい、ということで皆さん時間を置いてねチェックするということも忘れずに頑張ってね曲げてみてください。どんな面白い形がねできるか、できた時はですね Facebook コミュニティなどにアップしてみてください。ということで皆さん、じゃんじゃんチャレンジしてね。バイバイ。